こんばんは、速稼塾の久保です。21時になりまして相場解説をするんですけども、特に今回ね、私の利益がどんどん上がっているということではありません。ちょっと重要な考察をしようかと思いまして、この時間に送らさせていただきます。まあデイリーを見ますとですね、このようになってるわけですけども、陽線が出てるんですけども、上下に長いヒゲが出てますよね。これが何を意味するかっていうと、買いに入ってもすぐに売られて、売りに入ってもすぐに買われてってことで、結構ね、この長いヒゲっていうのは上下に出てるってことは、相場が迷い始めたかなってことなんですよ。上に行きそうでもあるし、下に行きそうでもあるし、というよりも上に行くよ、行かないような、下に行かないようなって感じですよね。まあデイリーなんで細かい時間見ていけば、どういう風に見ていけばいいのかってだんだん分かると思いますけども、ここで押さえていただきたいのはこれです。ヒゲが出てるところと、この辺ですね。こういう風に線を引くことができるのはお分かりかもしれませんよね。どういうことかというと、ここをこういう風にね、上にずっと行ってたんですけども、ここからヒゲを出してすごい勢いで下に潜ったら、今度はここからね、上に出にくくなったっていうところが出てるんですよ。107年の180あたりに、ゾーンが存在する。しかも結構強いゾーンですよ、これ。ほら、ここも同じような感じに見えますよね。で、これを思いに留めながら私は考えるのは、こっちに向かうんではなかろうかということです。これがデイリーです。デイリーですよ。で、4時間の考察です。4時間の方はね、どういうふうに見るかと言いますと、まずはここに包み足が出てます。しかも大きなヒゲを出して陰線があったわけですよね。陰線がドワーッと始まって、サンバガラス出してこういうふうに下がって、ここで売りが食い止まったような感じで、今度は包み足の買いが入ってるんですけども、でもやっぱり上昇がここで抑えられてるんですよ。じゃあどこにゾーンを引くかっていうと、もうここですよね。ここに力点揃っていて、ここにヒゲを出して下に押さえつけれる、そういう風なね、力がある、抵抗があるわけですから、こっから下に行くように私は見えるわけなんですよね。これも107円の180です。1時間見てみますよ。1時間見てみると、大きく下がって、真下に行って、で、またズバーッと下がって、ここで止まってますよね。止まったところから、今朝はこれ下の方に行くんじゃないかなっていうふうなことを申し上げましたけども、一旦は上に行ってますよね。で、上に行くわけではないってことが、このヒゲを物語ってます。このヒゲで押さえつけられて、ここ4本揃ってるじゃないですか。4本っていうか何本か揃ってますよね。ここの線に沿って、私はここからね、下に行くんではなかろうかと思ってるんですけども、注目すべきは107円の180っていう、ここね、ここでヒゲを作られているところとまた同じなんですよ。で、ここね、で、もう一個このヒゲを作ってるところ、これが符合するわけなんですよね。こういうふうに考えて、キーポイントは107円の180かなと思ってるんですね。次、15分を見てみますよ。15分、すごい細かい足になりますけども、見てみますと、ここにね、大きなヒゲを出しているところがありますよね。せっかくこの辺りで底を固めてぐわーっと上がってきたのに、上がりきれずに叩き落とされて以来下に行ってますよね。で、一旦上に行ってるんですけども、やっぱり力が足りずに今停滞気味、どちらかというと下に向かってるのかなと思いますよね。で、ここにもちょっと抵抗が、15分の抵抗が見えるんですけども、お気づきでしょうかね。で、15分はちょっとどっちに行くのか分かりません。このまんましばらくは方向が定まらないんではないかなと思いますね。それが上髭下髭に現れているんではなかろうかと思います。ここのデイリーのね、デイリーの上髭下髭に現れているんではないかなと思いますね。はい、というところで1時間をもう一回上げてみます。考察いろいろしましたけど、まとめとしてはですね、107円の180に、まず
抵抗を感じるところがあるわけですね。ここ、この辺りから、上に行くことはちょっと考えにくいなと思ってね。今度もう一回ここに達したら跳ね返ってここで決済する方がね、かなり出てきてですね。要するにこの辺りでエントリーした方ってここで決済すると思うんですよ。で、決済すれば当然買い圧力がなくなってきて売りがまたね目立ってきますんで一気に下がっていくかなと。で、ポジションを持たない人がここから連続で入ってくるという形がね見えるんですけどもね。あとはね、明日の朝の動き次第です。今私が考察した通りに明日の朝までに動きが特徴が出ていれば売りで入りますし、そうでなかったらまた考え直すというふうな形でございました。はい、毎日 FX でね、稼ぐ力をどんどんつけていきましょう。もちろん FX じゃなくてもいいんですよ。他のことでもいいんです。問題は稼ぐ力をつけてない状態が続いているってことなんですよ。で、もっと立ちが悪いのはお金は増えている、入ってきている、でも自分の力で入ってきているわけではないっていうところを、自分が豊かになったとかね、稼ぐスキルがついたって勘違いすることなんですよ。だからこれはすごく危険なんで、確実に自分が意識したら増やせるっていう風なね、そんなスキルを転売でもいいですし、アフィリエイトでもいいですし、 YouTube でもいいですしね、 YouTube 量産してる人出てきましたよね、そういうことでもいいですし、こういった FX でもよろしいかと思います。何かで自分はほとんどいつも稼げるものがあるよっていう風な状態を作っていくことなんです。誰かがこれが確実に稼げるよみたいなのを持ってきたら、それはね危険だと思ってください。そうではないです。自分が確実に稼げるようにするのか、それとも自分の力がなくってあやふやな稼ぎしか安定しないの、不安定なままなのかってことですからね。だから誰かの力で安定した稼ぎってのはあっという間に消し飛びますからね。そんなもん自分の力だと思わないようにしましょう。まあ以上でございます。じゃあありがとうございました。おやすみなさい。